どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3、ワイルドハントやっていきたいと思います。今回は、エルミオンの研究室へ行くということで。こんな美しい光景は初めてだ。リビアのゲラルトも、景色に感動するのね。わ、すげえな。おー。あ、ね、先にワープしていってるってね。さあ、侵入するわけでね。いや、マジすげえな。あそこ通ってきたわけだもんね。よう作り込んじるわ、このゲーム。何？さあ、侵入成功。あ、でもこんだけアイテム取ってたら普通バレるよ。ないかな。さあ、何が待っているのか。趣味は男をミステリアスに見せるわね。クラクラ来ちゃうわ。特にドルイドは自然を愛するのが仕事だ。生きてるみたいだ。なるほどね。ケイエモルヘンに回ったな。やめてよ。こっちもクマがあるね。で、鹿。森にあれば狩人は矢を放つだろう。剥製か。そこに行く感じだろうけど、これは何だ。水を張ったたらい。転送呪文よね。相談に来た人たちが水面にエルミオンの顔が現れたと言ってたわ。はあ、じゃあこれで自分の顔を映してたってことか。はあ、すげえな。あとはそこの扉ぐらいかな。ああ、大丈夫？切り傷だ。鍵が閉まってる。あいつら生きてるぞ。気をつけろ。敵だ。気配がする。近くに来てるぞ。そこら中にいる。いや、幻覚か、もしかして。痛い。変だな。キノコの匂いがする。そうだね。術にハマってる気はするけどね。さあ、レベル的にはめちゃくちゃ高いらしいけど、何が起きた。幻覚を見ていたのよ。エルミオの動物に切りかかってたわ。落ち着かせるのが大変だった。みっともなかっただろうな。そうか、みっともない姿だったろう。ケイヤモルヘンでの修行の成果がやっと発揮できたわね。ここにある剥製をほとんど全部壊したんだから。やめてくれ。いいわ、剥製の試練の巻は終わりね。扉は開いてるわ。そうか、ああいうふうに魔法を仕掛けることもできるわけだね。バッサリ。どっちかっていうと燃やした方が多かったんだけど。入り口に鍵をかけるわ。気づかれたらまずいものね。そうだね、確かに。ここが親愛なるドルイドの研究室よ。隅々まで探すの。ウロボロスの仮面はここにあるはず。その仮面がさ、何なのかっていう話、ね、エルミオンの封印がある手紙。ドルイド宛てだ。君のことを警告している。ドルイド諸君、大変じゃない。イエネファー、バンガーバーグの出身だと。ほう、
ユニファーの注意事項か。昆虫系生物の驚くべき世界、儀式に用いる植物。何これ、レイモンド・マーローブの高等生物学。エルミオンは本物のタバコを持ち込んでいたらしい。ほう、この辺りのワイルドハントの伝承か。島の人たちは死者の爪でできた船に乗る勇気たちだって信じてる。ゴブレット、ドワーフの蜂蜜酒か。軽いヨガも好きみたいだな。サシャ・ハーディのノビグラドの死体か。有名なやつかってことだろうね。ふさわしい研究室だな。なんかこういう研究室は確かにあったな、前回ね。俺はシナノキで掘ったヤギか。エルミオンおじさんへと書かれてる。シリが子供の頃に作ったのね。家庭教師時代はそう呼ばれてたみたい。じゃあちょっと何かしら知り合いか。石に刺さった剣、抜いてほしいと言っているようだ。さすがに抜けないよね。刺さってないわよ、わからない。万力でくっつけてあるだけ。冷めた瞬間の顔が何とも言えんな。エルミオの釈状ね。これを使うドルイドは珍しいわ。珍しいのか。これは？マスボックリ。驚いたな。まるで大きな。すごいこと。まああとはこんなもんかな。探せるものとしてはこっち来た道だしね。じゃあ、奥の方の扉でも見ますか。多分どっちからでもいいんだろうけど。エルミオンはゾウの手に何かを持たせていたようだ。なるほどね。あの手の置き方的には頭蓋骨はどうだ。何を持っていたのやら。はあ、そういうふうな感じね。ちょっと待ってね。その右の地図が気になる。見ろ、北方諸国の詳細な地図だ。年代別の勢力分布まで載っている。古すぎるわよ。古すぎるのか。まあ、レアものっぽいけどね。もうさ、蜂蜜酒でも一杯どうだ。動かない象でも飲みたいときはあるだろう。まさかうまくいくとは。本当だ、うまくいってしまった。エルミオンはこういう手の込んだ冗談が本当に大好きね。きっと仮面はこの中にあるはずよ。いやでも仮面がどうこうっていうにはダンジョンっぽいけどね。ゲラルト、こっち仮面があったわ。いやでもね、その前に何かいるね。これだわ。ほう、結構まがまがしい感じの。手に入れた。早く宴会の席に戻らないと。さあゴーレムが出てきたね。罠だわ、閉じ込められた。どうした、おじけづいたか。いやーだいぶ、いやー防御力が下がる効果がついててだいぶ戦いやすいね。痛いね。
ユニパー製いい森エラル、聞こえた？ガスの匂いがするぞ。鉄格子は閉まったままだ。早く何か考えないと。そうだね。何か考えないとな。あのドロイド、毒を仕掛けてたのね。危険よ、数分しか持たない。瞬間移動頼む。早く何か考えて。最初に浮かんだのでいいから。ユニフォームキスしたい。捕まって。まあどっちみち瞬間移動だっただけだね。まあでもイエネファーは攻撃は電気だったね。あれはあれで強い気がするけどね。もうドレスに穴が開いちゃった。ちょっと待ってよ、作ろうから。自分で縫うのか？いいえ、針に魔法をかけるだけよ。拝見させてもらおうとするか。クラフワンクライトがお探しでしたよ。少し出ていたの、外の空気を吸いに。もうすぐ王位継承者候補が決まりますよ。聞くのです。人間や神によって呪われた獣と戦うことほど勇敢な行いはありません。女神様を喜ばせるにはそれが最善なのです。あれに見る美しい言葉だった。皆を代表して礼を言う。そして心に刻む。だが今は前を見るのだ。ウランの旅立ちを見送った今、その後継者を決めねばならん。王は賢く、王は尊敬を集め、王は勇敢でなければならん。我々はこれを兼ね備えた同胞にはことかかない。スケリッチの王の座にふさわしいと思う者は今こそ前に出ろ。我が息子は今日ここにはいられなかった。この斧を見ろ。これが息子の思いだ。最も優れた者が勝者となる。健闘を祈る。あの子は一体どうしたんだ。あなたの娘でしょ。これであの子が船でスピカローグに行くと言っていた理由が分かった。ああ、子供というものは育てば育つほど厄介の種になる。こっちへ来てくれ。もっと重要な話が残ってる。なあゲラルト、
大人になるシリを見てどう思った？あの子の乳母も母親も俺は今でもよく覚えてる。子は親に似るものとは言うが。言うことを聞かなかった。何かしろと言っても無駄でな。好きなようにやらせるしかなかった。それがどうした？大した理由はない。あの子とセリスは年齢も近いし。だが子供の話は後にしよう。先にお前の話だ。シリが厄介ごとに巻き込まれて、お前があの子を探していると聞いた。その通りだ。何か助けが必要なら、金でも船でも何でも言うがいい。できることなら何でもしてやる。それからあの娘は生きている。それは確かだ。リアノンの娘の血が流れたなら、海が起こって真っ白に波立つはずだ。そんな嵐が起こった記憶はない。そうか、エルミアを説得してくれ。助けがいる。シリはおそらくここスケリッジにやってきて、海岸沿いに大変動を招いたの。あそこには今かなりの数のドルイドが集まっているんだけど、エルミオンがそこへの立ち入りを禁止している。正確には私の立ち入りよね。ちょっと対立して今は険悪の中なの。ドルイドのことは気にするな。ドルイドは魔術師を信頼しないものだ。だがエルミオンも性根は悪くない。奴はシリを探していることを知らないんだろう。知ってても同じことよ。そう言うと思った。何にせよアードスケリックは俺の島だ。好きなように島を調べることを俺が許可しよう。ありがとう。彼と話すべきか。まあここだけ聞いとこうか。エルミオンと話をした方が良さそうか。それは俺に任せろ。さあシリラを見つけてこい。俺が治めるアードスケリックでもし彼女に何かあったら一生食いることになるからな。感謝する。いいさ、かつて誓いを立てたからには守り続けるだけだ。アンバルド、あのドルイドに話があると伝えろ。いつもの場所で話す。もう一つ打ち明けることがある。うちの子供たちのことだ。ヤルマールを覚えているか。あいつはアンドビクの巨人を倒すと誓い出て行ったまま戻ってこない。そしてセリスの方は冒険に出ると宣言した。ウダルリックは気が触れたのではなく呪われていると信じているようだ。ああ、巨人は大昔に死に絶えたと思っていた。絶滅して久しいはずだが、その巨人を見た者はいるのか。ああ、何十人もの避難者が証言している。巨人が島の住人を追い出してしまったんだ。トルダーロク一族の生き残りたちをこのアードスケリックが受け入れたわけだ。噂を聞いたわ。巨人が現れる少し前、不自然な寒波がアンドビクを襲ったって。それは本当だ。ヤルマールはその巨人を倒し島を取り戻すと決心した。それが王にふさわしい行いだと信じてな。息子はニューポートで頼れる仲間を集めた。アンドビクへ渡りアースカーの村へ徒歩で向かったが、あの人数ならもう巨人を倒せているはずなんだ。だから安否を確認してほしい。ニューポートで話を聞いてみるといいわ。ヤルマールの計画を聞いている人がいるはずよ。さあ次、セリスはウダルリックの呪いを解きたいのか。つまりセリスはその呪いを解きたいのか。呪いはそこまで重要じゃない。セリスは兄に匹敵する実力を証明し、女王にふさわしい功績を立てようとしているんだ。彼女ならやってのけるだろう。俺に頼むつもりだったのはなぜだ。肝心なのはウダルリックが鼻くそほども信用できないということだ。セリスは俺の言うことも兄の言うことも聞かない。あの子の前に本職の者が立ちはだかって間違った考えを正し正気に戻してやる必要がある。だから頼む。あの子に言って聞かせて連れ戻してほしいんだ。なるほどね。自分が王になる気はないのか。不思議で仕方ないんだが、自分が王になる気はないのか。
オークの族長が支持するはずだ。オークの反対する奴は過激で必死だ。マットマン・ルゴスはニルフガード人を王にすると言い出しかねん。それに男は引き際を心得るものさ。家事は若い奴に渡すもんだ。なるほどね。しても心配事が多いと。子供たちを助けよう。ヤルマルかセリスに助けが必要なら俺に任せろ。ありがとう。お互いに感謝したところで仕事を始めましょう。シリがアードスケリングにいるか確かめないと。旅に向いた服に着替えてくるわね。南へ向かうのよ。入り江近くにある森が丸ごと一つ破壊されたの。あらゆる意味で有意義な宴席だったアクラフ。また会いましょう。さあ、レベルアップ。天変地異の現場でイエネパーと会うと。はあ、なかなかやね。まあ、とりあえず、この衣装と、一回おさらばやね。こうで、こう。で、OK かな。経験値もがっつりもらえたね。出ていくには上に一回登らないとダメか。まあでもグロボロスの仮面を手に入れてバレてないというのが逆におかしい気もするけどね。それは飾りだ。さあ武器屋。武器に興味があるか。武器にはそれぞれの物語がある。さあ品物見せてくれ。何を売っている。15で装備かな。アシュルーン、まあ、装備できなくはないか。超剣、これはいいかな。36か。これはまだ装備できない。24だもんね。スケリッチの、いるかなこの辺り。いらないだろう。で武器修理か。とりあえず全部修理して、制作。これは300いくか。17なったしな。ちょっと作ってみるか。エリートウィッチャーの装備の一部を手に入れたと。ほう。鋼は15がちょうどいいぐらいか。そしたらこれで一回かな。よし。武器にまつわる話を聞かせてくれ。武器にまつわる話をしてくれるか。例えばこの件、名分からスケリッチさんなことがわかる。俺と同い年のラーズってやつのものだった。何かあったのか。あるよ。嵐でラーズの妻が行方不明になった。島民は女神が彼女に微笑んだと言い、彼は妻の死を信じなかった。彼は岩に駆け上がり、フラヤに妻の帰りを懇願した。謙虚さの証として剣を置いていき、二度と戻らなかった。その剣を売っているのか。海に投げてもよかったが、魚に剣は無用だ。ラーズに家族はいなかった。だからふさわしいやつに売りたいんだよ。ほう、思い出の。何を売っている。剣か。でディスクレア、かっこいい名前やな。エルスリラ、はあ、レベル18。マリボ、シルバートン、プレマーブール。どれだろう。メッティーナ、ペレン、ノビ、スケリッチ。
いや、特にない感じか。ティールタッカール、特に。もうないね。じゃあな。そうか、もらえるかなと思ったけど、そういうわけではない。いらっしゃい。鎧ももらおうかな。来ると思ってたよ。ほう。ここケイアトロール土壌はスケリッチ全土で最高の品揃いの武器屋だからね。ぜひこの目で確かめたい。どうぞごゆっくり。じっくり見てくれ。うい。最高級の鎧の作り方してるか。最高級の胸当てを作れるものを探している。やっぱドワーフなんだ。誰が王になると思う。次の王になるのは誰だと思う。ヤルマールに決まってる。勇敢で努力。なるほどね。どんな品物があるかね。ちょっとね、装備揃えとこっかな、一回。レベル17ぐらいで。16?17。こっちも17。クエンか。貫通耐性。出血耐性か。マスター。貫通打撃、斬撃、炎上耐性。ああ、こっちの方が何かと。重装具、重さか。これは軽装具だろうね。レリック、マジック、悪くはないか。まあ、高えよね。1000だもんな。それなりに高いか。これはこれとこれ、宝の地図だね。いや、売り物を見せてくれない。防具もなんか作れないかな。分解ではない。上半身16でこのくらいか。いや、20ぐらいならないとやっぱり、まあ羽が上がらないね。で、いや、いっか。じゃあ、またな。じゃあな。一旦そしたら装備が整うかな。鋼、銀、グベヌ。いやー、だいぶ強くなったね。さあ、そしたら出るか。ファーストトラベルしよっかね。ファーストトラベルの場所は、結構遠いね。さあ、ここからまた移動という感じだけど、まあ長旅になるのは間違いないね。町経由してここ行く感じにしようか。あ、ここ寄って、ここやね。まずここに向かおうかね。いや、なかなか、あ、違う。ついつい肉を食べてしまうね。ローチ、あら、ローチが来ない。さあ、ローチ来い。
乗ってなくても人にぶつかるっていうね。もっと早く。いい、走り走り。さあ、まあ展開的に中盤戦に入ったわけだけど、だいぶだよね。なんか争い事が巻き込まれることが多くなってきたなっていうところがあるね。まあ自分で招いたものもあったけど、まあでもこの辺りから展開としては大きく変わってくるんだろうな。もっとゆっくりでいいぞ。さあこの辺り街はあるが、よしよし、特にか、看板があれば楽だなと思ったんだけど、あーでも結構ね映像自体綺麗なんで、結構ね映像綺麗なんでゆっくり楽しむのも本当ありなんだけどね。頼みがあるって言われたけどな、今急ぎの用があるからね。ゆっくり。さあそこ登って、疲れてるみたいだな。さあここは通れるのか、さすがに通れないだろちょっとぐるっと回っていこうかね。いや曲調とかもね全然変わってきてね、雰囲気が全く違うのは新鮮だね。ただ今いた魔物はちょっと強めな感じだったね。20ぐらいか、でも腕レベル的に20っていうのがあら、あれはやべえな。さあ落ち着かせて、だいぶ強めの魔物が多いねこの辺りはね。レベル上げも考えんとな。さあドルイドの矢へで、ここで錬金術1回キトナできる。あと1個メッカーができる。爆薬も1つ作れる。錬金物資も1つ。ああ変異ね。これであとはちょっとねゲラルド自身の能力を上げたいね。レベルでまだ解放されてない。強烈な一撃。いや多分これ魔法強化するか。防御力消失を、レベルはもうマックスか。さあ別モード継承する人は R2 を長押しすると。ほう、ああ火炎放射的なのができるってことか。他になんか良さげなのはあるかな。代謝ブーストね、この辺りも薬を使い始めたらって感じではあるんだけどね。さあ話しますか。そうだね、一旦この辺りで
セーブしとこう。正気じゃない。本当だ。あーでも今回はそうだね。シリは大切だ。知っているだろう。ウロボロスの仮面を侮っちゃいかんのだ。あの仮面はだいぶ問題があるみたいだね。どんな結末になるか。いいえ、でもあなたも騒がない。どこに行く。島の反対側にまで声が聞こえるぞ。結構だ。ベンガーバーグのユネファーはコソドロだとスケリッチ中が知ればいい。落ち着いてドロイド。ちょっと借りるだけ。盗んだわけじゃない。必ず返却するつもりよ。はっ、調子のいいことを言いよって。一度使えば仮面は完全に価値を失ってしまうというのに。全員生き埋めになる恐れまである。全ての島を道連れにしてな。何の話。いや、そんな危ないもんだったの。何の話だ。生き埋め、どういうことだ。聞いてないのか。そんなことだろうと思ったぞ。神話によれば、嫉妬深い海に愛するものを飲み込まれたとき、ウロボロスは仮面を作ったという。もう二度と愛するものに会えないという現実に耐えかねて、ウロボロスは仮面を作った。過去を覗くことができる仮面だ。ただし彼は仮面は一度しか使えないことを知っていた。故に待ったのだ。寂しさに耐えきれなくなるまでな。海は仮面の存在を知り、すぐに行動を起こした。海は報復として膨れ上がり、すべての大地を飲み込み、生物を溺れさせると誓った。仮面を使った者に海の怒りがもたらされるという脅威を知らしめたのだ。はあ、どうやって仮面っていうのは今まで作った者はいないのか。まあいないだろうね、使ってないからこうなってるのね。どうやって仮面を手に入れた。どこでこの仮面。ディムン一族の船乗りが海から引き上げた。ニョルド海溝の近くだ。その仮面がウロボロスのものだとどうしてわかるんだ。神話における描写と全く同じだ。神話を信じるのは。神話を軽んじるのは無知な愚か者だけだ。今審議すべきは神話ではない、盗みを働いたメギツネだ。家に歯を理解してやったし、シリーのためにやったことはクラフの許可を得てる。いやー、なんかそれはちょっと違うな。盗みをしたのは事実だが、シリーの命もかかってる。彼女のことは深く案じている。他の方法をいくつも提案した。イエネファーは聞き入れなかった。時間がかかりすぎると言い張った。求めるのは、必要なのは即効性だと。あの女は昔からせっかちなんだ。確かに。ただし今回は正当な理由がある。仮面の恐ろしさを理解して。ん、今のは何だ。まさかイエネファーが仮面を使ったな。マジか。ついてこい。仮面を無力化して暴走を止めるんだ。まあでも過去に一回行けるっていうのは、何か動向を探るために使ったということか。でもそうとしかいない。ああでも雨の量はすごいね。で、あっちか。いや、何かいるね。いや、ちょっと過去の残響。なんだ。ユニコーンよ。ふざけるな、オグレットがいたろ。どうして現れたんだ。仮面の力が呼び寄せたの。エルミオンは激怒している。エルミオンは仮面が災害を引き起こすと言ってる。じゃあ彼がいて好都合ね。割り込んで沈めてくれるわ。エルミオンがこれを見過ごすと。ああ、どうにか乗り切るわ。これからどうする。さてどうする。仮面が過去を見せてくれる。でも特定の場所だけ。強力な魔術の痕跡を残した場所よ。これをつけてほしいのか。ええ、
呪文をかけてあなたの目を通してみるの。俺の読む。まあ分かって行こう。よし行こう。こっちよ。小言は言うとね。あそこが一つ目の場所よ。さあ新しいクエストアイテムを手に入れた。使用すると所持品ページの適切なスロットに配置してクイックメニューから選択すると。さあウロボロス、こうやってね、タイマーズと入れ替えができるということだね。ホグレット。で、こっちもホグレット。仮面をつけて、仮面をつけて。何か指示は？全て見終わるまで外さない。遠くへ行かないでね。テレパシーの範囲は限られてる。あれはなんだ、門か。あそこから二人現れたわ。女はシリだ。どうしたのか。身のこなしだ。ウィッチャーに似てる。あっちへ行ったらしい。さあ、次の場所を探しましょう。過去の残響。いやこっち側に行ったら間違いないね。消し飛ばしてあげるわ。強化しただけあってやっぱ強いね。もう相当戦ったみたいだね。今のは魔法による爆発の一種よ。強力すぎてまだ力が残っていたみたい。森が破壊されたのはこの爆発のせいだわ。だがシリたちは無事だった。二人が逃げているのを見た。追ってみましょう。便利なアイテムやね。君が悪いな。嫌な場所だ。そうね。この場に誰かがいたらまず命はなかっただろうな。不安なのは分かる。でもあんた自分の身を守れば。こうさせた方がいいわよ。あ、意外と落とさなかった。この辺りだね。仮面を使って。シリは追われていた。見たか。負傷したかもしれない。逃げ切ったわ。別の門を通って。どこに繋がっていた。別の門か。魔法の痕跡はベレンに続いてる。シリの仲間がどこに逃げたかわかるか。近くに男の門があるはずだ。探してみるわ。行きましょう。シリはベレンに戻ったのか。いやあっち行ったりこっち来たりって感じだね。仮面をつけて。いい戦いだ。強力な魔法で一方がもう一方を撃退し門で逃げた。魔術師か。おそらく。シリの仲間とシリに傷を負わせたやつね。なぜわかる。知識に基づいた推測よ。二人とも前の光景に現れたもの。シリには強力な味方がいるな。魔術師はどこへ逃げた。シリと一緒にいた魔術師も逃げた。どこへかわかるか。彼の痕跡もベレンへ続いてる。でも門の目標座標はシリのとは違う。爆発が瞬間移動を妨げたのね。ベレンでキーラメッツと会った。偶然かもしれんがシリを探している魔術師が来たと言っていた。同一人物でなければ驚きだ。彼が誰であれだんだん興味深くなってくるわね。確かにね、魔術師が何かと今回くっついてきてるからね。呪文に攻撃されたやつが手がかりを残しているかもしれん。晴れてきたわ。エルミオンが天候を操り出したか。また私たちを攻撃できるってわけね。これで満足か。自分たちが何をもたらしたか見てみろ。もし誰かの死がシリの捜索に役立つなら犠牲になっても構わないと。でも落ち着け。何も聞けない。落ち着け。嵐は止んだ。明らかに事態は収束してる。今はな。だが数日後どうなるか誰にわかる。うろたえないで。
仮面を返すわ。今ではせいぜい不便な灰皿だ。価値はない。せめて何か情報は得られたのか。もちろん。ゲラルトに言ってるんだ。お前とは後で話す。それでシルについて判明したことがある。ここで何かに強力な呪いがかけられたようだ。ありえるな。森に起きたことを考えれば、呪いを受けたのは誰だ。まだわからん。だがシリがここにいたことは確かだ。門から出てきた魔術師と一緒にな。何者かに追われ戦った。シリは負傷したが、どうにか逃げ延びた。どこへ。ベレンだろう。魔術師が門を開けてやり、彼女を攻撃した者と戦った。それで、それだけか。もう一つ痕跡を調べたい。他にも手がかりがありそうなんだ。もう一つ調べたいことがある。あの方角へ飛んでいく光景が見えた。もう、ああ、もうさっきので効力はなくなったらしいね。あの木の下に何かある。ゲネファー、頼む。任せて。おう。ゲラルト、頭の上に落としてしまう前にどいて。おお、すげえ。さあ。鎧は綺麗だ。血も剣の傷もない。シリの仲間はきっと敵を蒸発させた。精巧な鎧だ。だが見覚えがない作りをしている。どこのものか全くわからんな。多分これはワイルドハントの兵士のものだ。なんだと。では本当なのか。ワイルドハント恐れてはいたが、まずはここ。次はヒンダースファル。何が目的だ。シリを探してるのよ。だがなぜ。シリに流れる古き血脈を欲しい。シリには古き血脈が流れてる。確かに彼女の先祖はララドレンまで遡れる。それであの一族の女性は常に非凡な力を備えていたわけか。しかしそれがそこまで重要か。シリは特別。彼女はこの世界と異世界を自由に行き来できる。空間は妨げにならない。なんと。だからワイルドハントに狙われているんだ。そうだね。だから他のゲームの世界にも来れるっていうね。ヒンダースファルに奴らが現れたのか。ヒンダースファルにワイルドハントが現れたのか。あの大変動がアードスケリックを襲ってから2週間以上も後のことだ。ある夜明け、吹雪と共に勇気どもがロフォーテンを襲撃した。この時期に吹雪などおかしいと思った。勇気どもは家に押し入り、抵抗した者を全て殺し、悪魔のように笑いながら内陸へ走り去ったそうだ。生存者は。女性と老人十数人だ。次の目的地はヒンダースファルだ。ロフォーテン近くの海岸で会いましょう。そうだね。今すぐ一緒に行こう。待て、今すぐ連れて行ってくれないか。でも瞬間移動は嫌いよね。霊薬と同じだ。好きではないが必要ならば飲む。必要ない時も飲むくせに。いいわ、行きましょう。ぴったりついてきて。幸運を祈る。何か分かったら知らせてくれ。前回ヒンダースに来たのは何年も前のことだけど、はっきり覚えてる。ロフォーテンはこっちよ。壊れた建物に新しい墓。どうやらここみたいね。何かの集会か。タイミングが悪いな。ワイルドハントのことでいいタイミングなんてないわ。さあ、新しいところ来ましたね。さあさあ、時間もいい感じなんで今回ここまでにしましょうか。どこまで飛んできた。結構移動は
だね、ドルイドの野営地、ここでそっからここまで飛んできたって感じだよね。おわ、すっげー飛んできたな。かといってこの辺りも島が結構これだけあるんで、船か、小舟使って移動すればそれなりにいろんなレアアイテムが手に入りそうだね。バリアのハートバ、はあ、ハービー剣、ここら辺にも行けると。結構どこそこ行けるっちゃ行けるんだね。まあでも今回この島で何かと話が進みそうですね。行方不明者たちと今尻を追って、はそうだね、これだね。今ロフォーテに来たということですね。ということで、切り替えでここら辺にしましょう。まあ展開が結構早くなってきてるんで、まだ次もね楽しめるんじゃないかと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃまたな。